シェルガキ、ユズ、ハチミリで切り離す、果肉をくじり出す、さらしに受けて果汁を絞り出す、醤油、混ぜたらゆず醤油、キクラゲを戻す、牡蠣を割り出す。いいね。むき身を集める。大根を下ろして、牡蠣と合わせもみ洗いする。薄い塩水を作り、牡蠣をすすぐ。砂糖と酢を合わせ、牡蠣をくぐらせる。牡蠣を柚子に詰めて、柚子醤油を垂らす。大根おろしを乗せる。生姜をおろして、添える。キクラゲの水気を切り、あしらう。柚子を閉じる。いただきます。旬のものはやっぱり美味しいね。ぜひお試しを。